どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。エルダースクロールズオンライン。今回は序盤から獲得できるめちゃめちゃ便利なスキル見つけたので、そのスキル効果と獲得方法をご紹介していきます。移動速度系のスキルになるんですけど、結構簡単に取得できちゃうので、よかったら最後まで見ていってください。それでは獲得方法の前に、まずはスキルの内容からご紹介します。 はい。こちらですね。襲撃戦術というスキルラインになるんですけど、今回メインでご紹介するのがその中のパッシブアビリティの連続攻撃。ここの部分の効果はおそらく通常のエリアでは関係ないと思うんですが、その下に書いてある効果ですね。常に失踪強を得て、騎乗速度を30%上昇させるといった効果。どういうことかというと、騎乗動物、例えば馬とかになるんですけど、乗ってる時の移動速度が常時30%プラスされます。 これはパッシブスキルなので、このスキルを取得しているだけで常時勝手に発動し続けるものになるのでかなり便利です。馬の育成って1日どれかを1しか上げれないので、序盤は馬結構足遅いじゃないですか。走るよりはちょっと早いかなぐらいで。それがパッシブスキルの連続攻撃を取ることで一気に速くなります。 ちなみに僕の方ではまだ取得できていないんですが、襲撃戦術のスキルラインの中には高機動というスキルもあって、これはアクティブスキルになるので、スキルスロットに入れるものにはなるんですが、これも合わせて使うことでさらに加速できます。まあ今回はパッシブですごい便利ということもあるので、連続攻撃に絞ってご紹介させていただくんですが、気上動物に乗ってる時の速度が常に30%アップっていうのがだいたいどれぐらいなのか見ていきましょう。 馬自体の育成としてはスピードがプラス7%の状態です。では、ダッシュ入れていきます。どうでしょうほぼ先ほどご紹介したパッシブ頼りの速度にしては結構速いですよね。体感で分かるレベルでは少し移動が快適になります。まぁ、あ、ちょっとこちらの映像では分かりにくいかと思いますので奥さんに協力してもらいました。今、前にいる馬の育成がスピードが3%か4%くらい。で、連続攻撃のパッシブは取得前になります。 僕の乗ってる馬の育成がスピード7%そして連続攻撃のパッシブ取得済みですこんな感じで結構一瞬で追い越せちゃうくらいには速度が変わってきますそれではスキルの取得方法行きましょうメニューを開いていただいてキャンペーンそして白ディールを選択してください多分レベル10から入れるようになると思いますそしたらいろいろ出てくると思います多分どこでも大丈夫だと思うんですが自分の場合はレベル50以下なのでアイスリーチに行きました 自動でマップの移動がされるんですが移動した先でメインクエストのアイコンがついた n p c がいると思いますので会話してくださいメインクエが2つあると思うんですが白ディールへようこそっていう方を追いますでこのクエスト自体も目標が2つあるんですが工場兵器の練習場へ行くっていう方を進めていきます 工場兵器の練習場へ行くっていう方の目標が白ディールキャンペーンのチュートリアルみたいな扱いになってます将軍と話すっていう方の目標に行くとチュートリアルをスキップできるんですがチュートリアルはやった方がいいですというのもクエストの途中で襲撃戦術のスキルライン自体は解放されるんですがパッシブアベリティの連続攻撃を取得するには襲撃戦術のスキルラインレベルを3まで上げる必要があります チュートリアルをやると3まですぐに上がるんですけどスキップをしちゃうと経験値はもらえるんですが3に届かないんですよね後から頑張ってスキルラインのレベルを上げていくことになっちゃうのでチュートリアルをやった方が連続攻撃の解放は早いですそしてチュートリアルを完了すると任務の報告っていうクエストが出てくると思うので任務の報告をクリアするぐらいまでやっていただくと襲撃戦術のスキルラインレベルが3まで上がると思います3まで上がれば連続攻撃取得可能です すんなりいくと大体10分とか10分ちょっとぐらいでスキル取得できると思いますのでぜひ試してみてください。はい。ということでざっとご紹介させていただいたんですけどもいかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄に Twitter、X もありますのでそちらのフォローもぜひお願いします。それではまた。バイバイ。